ロードリオンキング・オブ・アームスは、高等部ザ・ロードリオンの長であり、スコットランドにおける紋章の記録や新たな紋章の認可を管轄する。スコットランドの国務大官の中では最下位に位置し、継承は、閣下。なお、リオン裁判所は現存する紋章を管轄する裁判所として、世界最古のものである。以前は、ハ、は、イ、い・センナチエと呼ばれており、ロードリオンという呼び名は、 スコットランドの紋章の一部であるライオンから来ている。19世紀までは、リオン補佐官が置かれ、実務を取り行っていたが、1866年以降設けられていない。リオン教は、スコットランドにおいての国家儀式の監督、個人や団体への新たな紋章の認可、経図や既存の紋章の使用権の承認、クランの氏族長やクランタータンの記録を行う。 リオン卿が文章を記録する登録簿は1672年からのものである。リオン裁判所は政府機関であるため、文章の付与に支払われる手数料は大蔵省に納められる。許可なき文章の使用はスコットランドでは脱税とみなされ、犯罪とされる。文章に関する裁判は、リオン卿を唯一の裁判官とするリオン裁判所にてなされ、 控訴は民事上級裁判所に対して行われる。ただし、文章の不認可に関しては、行政手続きの一環であるため控訴はできず、司法審査が可能なのみである。ロードリオン・キング・オブ・アームスの、法官イングランドにおいてのロードリオン・キング・オブ・アームスに相当する職は分野によって、複数存在する。リオン卿は、スコットランド国王期である。 ライオンランパントを使用することのできる数少ない人の一人である。1998年にリオン教の職位を示すカラーが新調された。これは40の金の管をつなぎ合わせたもので、スコットランド専用のものとしては1746年のカロデンの戦い後に行方不明になったもの以来である。また、2003年にはスコットランド国王館のデザインをベースに、 リヨン教の奉還も新調された。エリザベス王大号の奉還と同様、不敬に当たるのを防ぐために、大還式の際には、アーチの部分が取り外せるようになっている。サー・ディビットリンジーオブ・ザ・マウント。ルネサンス期の詩人を及び外交官で1542年から1554年に、リヨン教を務めた。初代順弾者クサー・ジェームス・バルフォア。歴史学者。 年代帰編者で1630年から1654年にリオン教を務めた。クロムウェルにより解任。1673年制作のリオン教の印象。リオン教の紋章をかたどっている。第19代ブロディ子族長アレクサンダー・ブロディ。1727年から1754年にリオン教を務めた。政治的な報酬として任命されたが仕事には真面目に。 取り組んだとされる。第11大機ノる伯爵トマス・ヘイドラモンド。1804年から1866年に、リヨン教を務めた。リヨン教を官職と捉え、任務のほとんどを補佐官に任せていたとされる。サー・ジェームス・バルフォアポール。スコットランドについての著書が多くある学者兼弁護士で、1890年から1926年に、リヨン教を務めた。 サーフランシス・グラント1929年から1945年にリヨン教を務めた。写真は1933年にヨーク校と共にセントジャイルズ大聖堂へ行進しているところ。サー・トーマス・インズ・オブ・レアニー。1945年から1969年にリヨン教を務めた。イギリス国賞をあしらったタバードを着て食税を持っている。 ありがとうございます。